どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、こちらテニスの王子様コロシアムの周回編成紹介していこうと思います。昨日かな、一昨日に周回編成を4パターンぐらい紹介しまして、で、まあ、どれもめっちゃ強いんですね。芝ドラ、芝ドラ、リーダー自由の芝ドラ、最後にブラックサン、どの編成使ってもらっても効率よく周回できるんですが、まあ、今日は結構ねガチで周回したい人向けに、揚げパンさんのねもうめちゃめちゃ安定する周回編成を紹介していこうと思います。で、まあ、これ組んどけば弱化ドロップの事故とかも起きませんし、まあ間違いない編成になってるかなと思います。その代わりちょっとね潜在等とかは、少し編成難易度が上がってはいますが、まあ、代用もありますし、潜在が編成難易度高い分にはねどうにでもなると思うので、まあ今日は実際にね編成紹介していこうと思います。はい、編成こんな感じです。ほぼほぼね、初日に上げた芝ドラ編成と変わらないんですが、潜在等、あとは武器等がですね少し変わってる点が多いです。はい、あとリーダーが特にジョナサンになってますね。基本多分初日に紹介した編成って全部亀結びフレンドだと思うんですけど、今回フレンドがねジョナサンに変わってて、その分の時短も入ってます。早速リーダーから紹介していきましょう。まずは丸井文太です。スキルブーストプラスに上限解放遅延2つ、そしてこちら杯武器継承ですね。はい、杯武器はダブルゼータですね。ダブルゼータ武器つけてあげて、まあ、副属性火に変えてね、かつ優秀で使っていってください。はい、で、芝ダラです。こちら、蝶つなげし上限解放、非軽減プラス、そしてガンダム継承ですね。ガンダムは、木と光が 40% 以上の泥強武器で代用ができますが、まあ、一応ね、ガンダム、火、水、木、光、闇泥強プラスに回復泥強もあるので、持ってる場合は当然ガンダムがおすすめです。代用する場合は、木と光が 40% 以上の泥強武器が代用に使えます。はい、からの芝ダラです。蝶つなげし上限解放、非軽減プラスに、こちら、マム、武器、継承ですね。はい。まあまあまあ、これは自動回復6個持ち武器で代用できますが、あんまり代用しなくていい人が多いと思います。はい、闇泥強がね 80% になってるんでもちろん強いです。で、芝ダラです。こちら蝶つなげし上限解放非軽減プラスに、こちら青学の武器継承ですね。はい、青春学園、どういうこと青学ってこのジャージ継承ですね。これも、序盤の方はシャーロットリンリン使って代用してもらって大丈夫かなと思いますが、まあ、ドロップしたらですね、すぐにこちらの武器に乗り換えてもらえればなと思います。はい、水ドロップ4つに自動回復が6個あって、すごく強い武器になってます。はい。で、からの神結びです。毒耐性プラスに上限解放、バランス、キラー、潜在。そして、メニット武器継承ですね。はい。メニット武器は、チェルンか、阿久津のラケット継承で、その場合、チェルンは後打ち不可能なんで注意してください。チェルンか、阿久津のラケットが使えます。対応枠になっております。ラスト、フレンドジョナサンです。枝豆ドロップに上限解放、体力キラー、潜在。そしてラスト、ラディ武器継承ですね。ラディ武器は、アバン武器で代用ができるって感じになっております。はい。キャラは代用ありませんが、もう武器等は全て代用あるかなと思います。まあ、今日はね、こちらの、リーダーが、ブンタ、フレンドがジョナサンの編成を使って実際に紹介していこうと思います。ちなみに万が一ね、あの落ち込んだしマッチ持ってない人は、まあ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 、ほんとまあなんだろう、 HP マッチとか、まあ、攻撃マッチとかわからんけど、まあ、つけといてもらって、で一応ね3階層で変身済みの、あ、進化済みの芝ダラを打ってあげて自力10コンボ組むことで、一応落ち込んだしマッチがなくても周回できる編成になってるので、まあ、3階層自力パズル組める自信がある人は全然代用してもらって大丈夫です。全然ね楽なんですけど、1回組む分には100周とかするんだったら結構大変だと思うんで、そこは注意って感じです。まあ、今日はこちらのねブンタジョナサン編成を使って実際にコロシアムを周回していこうと思います。やっていきましょう。まずは1階層からです。もう芝ダラ打っていくだけです。めちゃめちゃシンプル。はい、まず芝ダラ打ちましょう。で、この衛星も見て分かる通りですね、泥強めっちゃ多くない？そう、ガンダム武器までちゃんと進めてる人は、もうここの事故が起こることは絶対にありえません。もうこんな泥強あるんで。そう。だって、ね、もう普通に考えて泥強がさ、火、水、闇、回復、泥強 100% よ。で、あと木と光も 40% あるから、そう、弱化ドロップ食らう可能性があるのが、もう木と光の残り 60% 分ずつだけなんだよね。ほぼほぼだから弱化ドロップ存在しないので、毎ターンこんな感じで軽く出せるし、弱化ドロップからごとも、もう、てかないって言い切って、ないって言い切れると思います。もう、うん。っていう編成になってます。はい。まあなんか多分、めちゃくちゃ低い確率でもしかしたらね、0.01% とかであるかもしれないけど、もうほぼありえないですね。はい、3階層です。ここもしっかり殴っていきましょう。ドルキャドルやばいからね、この編成。はい。で、1、2、3階層は、芝ダラ3倍進化、順押ししてあげて突破していきます。からの4階層です。ここでリーダーの文太打ちましょう。で、これでダブル吸収花火打ってワンパンしていきます。はい、これでワンパンです。さあ、続きまして5階層です。5
5階層は芝田ラウってずらしていきましょう。赤い布のダブル吸収無効が入ってるので、これを利用してダメージ吸収でしっかりとワンパンしていきます。 OK。 さあ6階層です。6階層は芝田ラからの神結び打ちます。はい、芝田ラからの神結び打ってあげて、そのままワンパンしていきましょう。ダメージ無効貫通で倒していきます。 OK。さあ続きまして7階層です。7階層は芝田ら打ってあげて、このままワンパンしていきましょう。あったもん勝ちはしていきます。はい、芝田ら打ってあげて、さあこのままずらして突破していきます。これで OK、 突破していきましょう。続きまして8階層です。8階層は芝田ら打ってずらしていきます。はい、あ、ごめんなさい、芝田ら打つ必要ないです。火花火ずらしていきましょう。はい、こいつが火花火生成してくるので、このままずらしてあげて、これでワンパンです。はい、で続きまして9階層ですね。はい、ここワンパンしてあげて9階層です。9階層も芝田ら打ってずらしていきます。はい、芝田ら打ってずらし、毒ドロップだけ注意してもらって、このまま突破していきます。はい、で続きまして10階層です。10階層は芝田らからの文太打ってあげて倒していきます。はい、芝田ら文太でずらしです。はい、でこれでワンパンしていきましょう。10個元突破です。 OK。 からの11階層です。11階層、ここはね、敵キャラによって立ち回り変わるんですが、雪室はまずジョナサンからの神結びからの芝田ら打ちます。ジョナサン打って神結び打って、芝田ら打って殴っていきます。はい、まず一発これでずらし、でからの芝田ら打ってずらしていきます。はい、で手塚に関してもですね、芝田ら継承のラディ武器打ってあげてから芝田ら打って削り、あ、ごめん、ジョナサン継承のラディ打ってから芝田ら削り、その後ロックあったら神結び打って芝田らずらしの2パンです。アトビに関しては、ジョナサン、ラディ武器からの芝田らずらししてあげて、神結び芝田らずらしして、ラスト芝田らずらしって感じになります。アトビが圧倒的にだるくて、アトビが来ると大体20秒ぐらいプラスされます。ちょっとだるい。けど、雪村手塚が来る分には、めちゃめちゃ高速で周回できる編成になってます。はい、まあ実際ね、今回雪村出現したんですが、何？あ、連戦押しちゃった。ちょっとごめんなさい。連戦しません。失礼しました。タイムをね、紹介していこうと思います。はい。まあ今みたいな感じやってあげると、大体タイムが1周ね、3分30秒台ぐらいですかね、3分40秒ぐらいで周回できます。はい、でも最速で3分35秒とかで周回できる編成なんで、まあ、間違いなく高速で周回できると思いますし、何よりねこの編成泥強の数がもうとにかく多いので絶対事故が起きないと思います。なのでまあね、安定感もある編成になってますので、こちら組んでね、ぜひ周回の方頑張ってみてください。ということで今回はですね、テニスの王子様コロシアムの周回編成を紹介する動画でした。チャンネル登録、高評価、ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。